どうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。マスターのシンです。本日も新カジクラフトやっていきましょう。よいしょ。今回僕たちの役職を決めてきました。僕はもうやっぱリーダーなんで村長っていう形でいきたいと思います、うん、あ、村長いいね、確かに。でマスターのシンは、うん、やっぱそれをサポートする人ということで、うん、大臣でいこうかなと思ってます。概念違くない？ワンチャン俺の方が偉くない？それ大丈夫？今回は、うん、研修生として、はいはいはい、一人お呼びしております。はい、どうぞ。アキです、よろしくお願いします。お願いします。第1回のね、うん、パート1で来てくれたアキさんを今回お呼びして、はい、プラスゲストで4人でやっていきたいと思います。いいっすね、やっていきましょう。はい、じゃあ早速。なんで食うんすか飯。なんでこのタイミングで飯食うんすか。オープニングやけん。ちょっとおー、チャプチェ来た。お、いやお前デフォやないか。はい、じゃあちょっと自己紹介お願いします。どうも、チャプチェ牛丼でーす。うわー、チャプチェ牛丼さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はじめましてみたいな感じになっとうけど、この撮影を始めるまでに、うん、もう2時間ぐらい通話してます。本当に申し訳ない。っていうのも、チャプチェ牛丼がマイクラのね、Java 版を入れてきてって言ったのにもかかわらず、うん、Windows 10版を入れてきて、コンビニに走って V プリカ買いに行きました。申し訳ございません。しかも、なんと、このマイクラのオーディションに参加するためだけに PC を購入と。買いました、もう。なかなかね、やばい、期待株が来ました。いや、もうあの動画を見てね、もうこれは参加せざるを得ないと思って。あ、マジで買いました。嬉しいね。はい、で、いろいろ全部揃えたにもかかわらず、あの、声が風呂場で撮影してるみたいな。もうマイククソかなこれもう。じゃあ今回は何を作っていくかと言いますと、うん、はい、まあ物も増えてきたので倉庫を作りたいと思います。あくまで今回はチャプチェ主導で倉庫を作っていきましょう、うん、どこに作ろう。アキさんどこがいいっすか。やっぱこの山削って1個作ったじゃないですか、うん、あ、はい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 、どっか削って作りたくないですか山。なるほどね。あ、反対側に倉庫みたいな。はい、確かに。そしたら別にいちいち上に上がる必要なくなるもんな。なるほどね、確かに。で、なんで俺が指導なんすかね。確かに確かに。チャプはどう思う。え、いいんじゃないですか。これダメだ、これダメだ。指導しろお前。マジでわからん。じゃあすげえでっけえドアついてるように見えるのに入るところはあの猫のあの。面白そう。あ、おもろい。すげえ、スケートはついてて大聖堂みたいなのに入るのは猫な。それや、面白そう。それでいこう。それでいこう。大丈夫。ジャンプいけるとそれ。アイディアは出る。アイディアは出るもんな、こいつ。寝よ。オッケーオッケー。みんな通っていくよ。わ、なんかいい絵になるな、これ。何これ、一人カンオケみたいなとこ寝てる。いや、俺、バカにしたやろ、お前のこと。俺のバカにしたやろ、今の。違う違う。高さおかしい。レードを調べたら、割と、クリーム色、白目のクリーム色の建物が出てきたから。なるほど。そういう系の色のブロックってなんかありました？砂？砂。砂岩とか。砂岩か。あ、やばい、今全部焼いと、回収しろ。やばいやばい、砂全部焼いと。ちょっとさ、これじゃ足りんけん。でもガラスも使うんですよね、結局。そうそうそう。砂取っていくか。みんなで冒険行こうぜ。砂漠探そう。砂漠行きたい。砂漠エスト。砂漠行きたい。おい、何やお前、今。なんか言ったよ、今。チャープ今何やお前、今。いや、クソ寒いこと言った。自覚が。なんて、もう一回言ってみ。怒らんけん。砂漠エスト。やっぱダメなやつやん。よし、じゃあ砂漠行くよ。はい、方角はどっちですか。方角を決めていいと。はい、村長お願いします。お願いします。じゃああっち行こう。あー、この夕焼けが見えるとこで寝ようぜ、4人で。わー、いいね、なんかやべえ、いいやん、これ青春やね。青春やんけ。なんかそういうのいいわ。お前、かたくなに上で寝ようとするところ。え、これどうやって置く。アキさん、俺の、いいっすか、俺の足の裏。連結すな。右クリックで置ける。おお、何この適当な出方。アキさん、
臭くないっすか俺の足。くっせぇ。きちぃ。湿地だ。おぉ。あれ粘着。あ、砂あるよ、砂。スライム？あ、ちょっとありますね。スコップないと俺もしかして。俺、石のつるはし。違うチャップってチャップってはい、これ。これで掘り。おぉ。あ、やべ、夜なる、夜なる。ちょっとチャプチ取れてないよ、スコップ、そこ。チャプチ、どこ、そこそこ。違う、後ろ、後ろ、チャプチ、後ろ。上。あ、取れた。オッケーオッケー。やばいやばい。ポンコツ出てる。おばあちゃんに遊戯を押し打った時のこれぐらいのやつ。デュエル相手が欲しくて。お前、デュエル相手欲しくておばあちゃんに押し叩き込むんや。ちょ、船作りません？あ、いいっすね。これ2個でいいよね。2人乗りってことですか？あ、いいね。渓流下りだ。おお誰操縦する？俺たい。いや、僕逆にチャプチェの運転に乗るわ、じゃあ。やば。ミニビックで乗れる。ふぅー。オッケー。いいね、いいね。前が真っ赤なんやけど。いい、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 いい。どこ進みるの、チャプチェ。マサロシについていけよ。どうやって曲がるの？待って待って。動かんくなった。チャプチェ。動かない動かない。何気で。ダメだこいつも。チャプチェお前テンパってお前タブキーとか押してみえや。あ、押したっぽい。あ、そういうこと？うん。なんでわかるかって俺もよくやるから。さすがポンコツ仲間。スペースキー、スペースキーで受ける。チャプチェスペースだ。それも聞かない。半角、半角を押す。半角全角を。キャプスロック、キャプスロックなんか。じゃあ死ぬ。チャプチェ。じゃあ建築と探すに分かれるか。せっかく4人おるし。確かに探す班と建築班で分かれんと、これもう朝なる。そうだよね。このままのペースでいくと。そうやな。どうしよっか。じゃあやけん、チャプチェは建築側ね。そうやね。多分それを録画する側は、そう、僕とマサノシンのどっちかがいかれる。建築ってなってきたら俺かな。そうかな。チャップどっちがいい？マサノシンについていきます。おお、よし行こう。じゃあアキさん砂漠探しましょう。はい。こうやってアキさん見失ったわ僕。ああ、結構自由に今動いてます。帰り。ちょっと待ってよアキさん。あれも開けようぜ、通話も。あ、なるほど。録画ごと、はい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 、録画ごと分けて成果をどうするかみたいな。 で、そう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 、楽しそう楽しそう。じゃあ僕とアキさんで砂漠を探しに行きましょう。はい。じゃああっち行きましょう。山越えて、はい。おっしゃー。マサノシンとチャプチェがおる。声聞こえないの面白いな。ちょっといたずらしていこう。あ、できんかった。あ、めっちゃ投げてくる。あ、痛い痛い痛い。やめろ。おるやんけ、こいつら。なんや、こいつら、おい。だだだだ。クソが。びっくり。クソが。けん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 。大丈夫や。ああ。なんや、あいつら。クソどもが。どっかの民族みてえだな。あっちちゃんと夜になったら寝てくれるんかな。確かに。そうやん。あれ、ベッドは？待って、僕、ベッドない。マジっすか？誰か持ってってない？アキさんある？ベッド。俺1個しか持ってない。いや、最悪、どうしよう。ちょっと、羊からんとやばい。トムがさ、ベッドを持って帰ってなくて、うん、ベッドをね、そのまま置いてったけんさ、俺今、あいつのベッド持っとんよ。青いやつ。うん、やけん、あれどうやって寝るんやろうね。絶対チャプチェに持ってかれたもん。ないよね、ない。いやー、これは。ちょっとやばいやばい。戦い抜きましょうね。早く寝ろって来とるな。早く寝ろって今チャット打つわ。うん。お前のベッドは俺が持ってる。うわ、絶対あっちのチーム叫んでんだろうな今。あ、まさのしかもと。叫んな。あ、おった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 。ちょっと待って。ゾンビが来てる。やばいやばいやばい。寝た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 。来い、朝来い、朝来い。朝来い、朝来てくれ。頼む。あったー。危ねえ。じゃあ作っていくぞ。オッケー。チャップお前奥の方ちょっと
掘り寄って。はい。天井高い方がいいけん。天井高い方がかっこいい。うん、天井高い方がかっこいい。最初に長方形作ってドアの形みたいに削ってくぐらいの。なるほど、それだ。きた。意外に天才やんけ、お前。アイディアしか出せないから。じゃちょっと、この辺までいいなっていうところで俺を止めて。ねえ、そこ。これ、これで。この辺、この辺。この辺ぐらいで。でかくね、これ。こんだけでかくて、入り口ちゃいんみたいな。あー、なるほどね。それね。横は横。止めてね。横そんぐらいで1枚目いいんじゃないかな。あ、これぐらい？これが1枚目みたいな感じで。1枚目？あの、観音開き。あー、なるほど、なるほど。じゃあ、この辺、この辺1枚目。1枚目その辺で、そっから倍のサイズで作れば、うん、これさ、ドアのさ、色さ、うん、片方多くにして、片方これにせん？え、めっちゃかっこいい。かっこいいよね。いや、かっこいいと思う、これ。ちょっと俺見てみようか。これで上さっきの段々みたいになってたらなんか、あー、いいかも。マジいいかもしれん、ほんとやん。割といいのできるかもしれん。ね。じゃあ、上のギザギザだけちょっとかっこよくして、ドア任すわ。わかった。俺やけん、成長、あの、うん、聖地ってか、あの、ちょっと外観作りよくわ。集大成を今、集大成、感動させる、みんなを、感動の渦を今ここ巻き起こす。おお、あの木ヤバすぎません？あの木ヤバ、めっちゃ高いヒール履いてるみたいな。ちょっと怖いって、もう秋さんかと思ったって、もう心臓止まるかと思った、本当に。あ、いいね、開けとって。村ない？村？奥、ビリジャーの建物の奥。あ、本当だ、なんか別の建物が見える。え、行こう行こう行こう。ちょっと待って、マジかよ。いや、砂漠ないけど村あったか。収穫でかいですね。うん、いずれだって村人も連れてきたいもんね、あの村に。そうですね。あ、めっちゃみたい。え、ちょっとダサいな。めっちゃうっこみたいやんか、大丈夫これ。俺、うっこ作ってた。これ大丈夫？え、俺こんなに頑張ってうっこ作ってた。でもこれガラスにしたら、もしかしたら、あ、確かにうっこじゃないかもしれんしね。あ、いいかも。ついにかっこよくできた。縁全部ガラスにして、中木ってことよね。そうそうそう。あ、いいかも。やろうども、やばいやろうな、これ。絶対もう感動して、うん、もうあなたが村長になってくださいよって言うやろね。やば、になってくしかないな、それは。あ、アイアンゴレもおるよ。あ、へえ、人数が多いから。すごい、猫もおるし。この村いいな。まだ俺たちのとこより栄えてるな。確かに。おしゃれやし。あっち、まだ村人計5人。そうやね、計5人、日替わりで5人やもんな。え、雪？何あれ？え、あれ何？え、何あれ、なんか四足方向のやつおる。え、何これ、村、これ、村、あ、村やん。雪の村だ、すごー。あ、ゴーレムもいる、ちゃんと。あ、マジで、え、すごっ。あ、家なんか来て、こっちこっち。すごい、鎌倉。はぁ、俺たちの建築センスにはない。はい、これ。その明かり欲しくね。ランタンかな、これ、なんだろう、これ。開通した、ランタンやって、ラッキー。ランタン、ランタン取ってこう、ランタン。あ、チェストある、オープン。はっ、はっ、え、ビートルートの種とジャガイモがある。おお、これは収穫やろ。なにこれ。え、なになになに、めっちゃティッシュ箱みたいなの置いてあるんやけど。ティッシュ箱どこどこ。え、あ、なにこれ。無限ティッシュ箱や。なにこれ、残像ティッシュ箱が置いてある。あ、石切り台やって、なにこれ。え、石置いたらどうかなるんか。あ、石置いたらハーフブロックとかができる。あ、ドアノブ部分どうするよ。ここにピョッて一個。あ、いや違う違う、あの、このドアに見せるにはさ、ドアノブがいるやん。これ大きいドアに見せる。なるほど。
真ん中で開くから、そこの真ん中に白い2つ何かつけないといけないのか。この辺でいいってこと？多分。どう？あーでもなんか気持ち悪くなったな。ダメだって。なんか、歯みたいに。気持ち悪い。あ、そういえばね、サムネ変えたんよね。見た？あ、そうなんですか。あ、でも自分が乗ってるやつですか？うん、どっちも変えた。あ、ゲストをディスる色が強くなったけど、はい、いいかな、まあ、優しい人しかおらんし、いいかなと思って。いやいや、全然。ブチギレんでね、ちょっとサムネ見返して。俺、切れたことないっす。あ、本当に？なんか、長州凝り気味やったけど、大丈夫？ちょっと長州入っとったけど。俺は、切れなかったら大したもんです。いやいや、すごいいい家できた。できた？ルームツアーをしてほしいから、あんま家に近づかないように。うん。どこだ？家の裏ですね。うん。裏。クソ家。クソ家の裏？うん。クソ家の裏。ジャンプしてる。見えます、見えます。あ、おったおった。落ちる！いやー、どうやった？君たちは。いや、先にそっちから聞きましょうか。すごいのできちゃってさ。あ、マジで？もう完璧。マジで？泣くぜ。マジ？泣く。泣きて久しぶりに。泣いてた。ね、作った時に泣いたよな俺たち。もうあっち側向いて、俺側向いて、俺側向いてから。はい、オッケー。この横にこうスライド式でこう歩いてきて。オッケー。わかりました。どうぞご覧ください。じゃん。何これ、すごい、なんやこれ。顔を失ったツートンカラーのディグダみたいになった。ダセー、ちょっと待ってよ。いや、やばいやばい、でっかい。10年後にはみんなの家これになってる。なるか。ちょっと中入ってみたらわかると思うけど。あ、中入っていい？めっちゃすごい広いから、うん、見る見る。マジやべえよ。うん、あのドアに集中しすぎて中手つかずやった。ちょっと待って。これひどすぎ。全然終わってねえわ。こんなことなるんやね。うん、これ俺とチャップの最高傑作やん。これタイトルは大聖堂でいいんすか？小聖堂だな。いやいやいや、まあ、これけど聖堂じゃねえ。ごめんけど聖堂じゃねえ。タイトルつけるとしたらそうやね、これ、うん、まあ真実とでも名付けとこうか。うるせったい。何ときだと君たちの成果は。ちなみに、いやマジで見つけたよ。何を？遠かったけど、はあ、何見つけたん？はあ、マジで砂漠暑かったね。え、やばかった。あった砂漠。マジでサソリとかコブラがやばかった。よかったね。そんなモブも。何が成果は？成果？は？ちょ待って、は？お前らもしや？成果出せよ。マジ暑かったね砂漠。やばかった。お前ら成果なしかよ。砂漠はね、なかったけど、うん、ちゃんとね、持ってきましたから。何を？まずこれビビるぜ。どう？ね、これ。なんこれ？ランタン。どうやって作るの？すごくない？いや、わからん。すげえ。これ。すげえ。すごかろ？そうちゃん、ランタン取ってきました。村人から強奪してきた。あ、村あったんや。そうなんよ。村も2個見つけてきた。すげえ。で、他は？あと、これよ。ドン。地図や。製図台は普通に作れるよな、けど。クラフトボックスで、クラフトボードで。別になんか改まってこれ取ってきましたって言われてもね、これ普通に作れるからな、なくても。じゃあこれは。まだあるけんね。ティッシュ箱。ティッシュ箱じゃねえわこれ。これ石切り台やろ。石切り台も普通に作れるけんな。これ見て取ってきたって言われましてもね、まあクラフトボードで結局作れるけんな。こいつおもんな。アクさんと僕これ初めて見つけたときキャッキャしよったぜ。マッシュが無限に出とるって言って。爆上がりやって、爆上がり。じゃあマサノシンさんの装備をゲットしてきました。え、マジで？あ、優しい、はい、これをつけてください。馬じゃねえわ。あとね、あれ、サチモス的なものもゲットしてきたよ。サチモス？うん。何？ハートビーハートビー。いや、ルートビート。じゃあビートルート。どう、チャップどうよこれ。これは俺の方がすごいんじゃない？どこ。
ふざけんな。ティッシュよりドアでしょ。いやいや。資源に。久しぶりにチャップの声聞いたらめっちゃ風呂におるやんけ。チャップと一緒にちょっと試行錯誤してもらう形でもいいですよ。確かに。リベンジの機会ね。確かに。建築の師匠になっていただいて。アキさん、あれから悔しくて眠れてないらしいよ。そんな思い出ある結構経ってるよね。悔しくてもう。あ、そうなん、もう1ヶ月以上寝てる。バリバリらしい、今。歯茎バリバリないんだ。ちょっとリベンジの機会としてね。唇噛みちぎり、噛み締めすぎてないらしいね。あ、唇唇ないらしい。